Period, um late, late period like 600 bc, more than 2,600 years old, the bones, is uh, mm. collapsed, as you see. it still has the equipment for the afterlife. Mm. اعتقد ان اللعبه دي يا استاذ احمد ممكن فهمت مم. اللعبه بتاعة الجاز شطرنج كده عملها... والله. عاملاها كانوا رايقين الله هم عاملين لعبه شطرنج شوف رأي دي لعبه غريبه الله. اول مره نلاقيها في الحفاظ كلها دلوقتي طيب شفنا اللي شوف 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 ده دي عض ميه بس اكيد لها مم. ليها وظيفه اكيد لها وظيفه شوف 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 الله عظيم ده بص رص كده 10 لو انت يا استاذ this is uh, subject to, to, for play like chess in our life today. in ancient times, it's called Senet. i don't know exactly how they can play. i don't understand because here we have like uh, 20 a place and down we have 30. i don't know the function of it. how they can play? 15, 15, 15. وخزع طب ده, ده, ده عدم ده دول ازاي فقرتين كده عدم ده, عدمين. ده اللي خلى العدم يجي هنا مش عارف يبقى لا شغال في الحته رصتها عامله ازاي رصتها عامله ازاي لا 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 انا جنبيها كله في مكان واحد my friends in egypt this is not a game board this is a calendar of ancient gods this allows the ancients to know the day of the week the season and the year with this again they could know what day year month season and the day of the week Here is it. And evidence. proof is its and エジプトの巴これはゲームボードではありません古代の神々のカレンダーですこれによって古代の人々は曜日季節そして一年を知ることができました今日は何年何月何の季節そして一年 何曜日かとです。広エジプトにあるピラミッドの発掘調査の過程でですね、このような箱が見つかったというのです。で、これは何かということですけども、この箱に刻まれている 基本的な構図について説明しておきます白い枠は7個黄色い枠は13個あります白い枠は日月火水木金の7曜日を表しますつまり1周ですそれを13回繰り返すと91日になります古代の人々は当時 年春分までを春夏至までを夏秋分までを秋としていましたで91日がそのワンシーズンということになります 7×13 は91日ですねワンシーズンですそしてそれを4回繰り返します すると日になりますでそれに1日何らかの形で立つことによって365としましたこの方式は私たちがトランプと呼んでいるあのカードによる方式と同じですで同じものが女王ブアビの墓の中からも見つかっています 女王ポアビは紀元前2600年頃の女王と言われていますつまり今から4600年ほど前のつまりはゲームボードということになりますがこれはゲームボードではありませんカレンダーです神々のカレンダーですその証拠と証明そしてこのボードの具体的な使い方をこの動画の中で Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the oldest game excavated at Puabi's tomb, Ul, together with Queen Puabi herself. They say this is a game and a game board. But who says so first? This is not a game. This is a gas calendar in ancient Babylonia. Here is my answer. And before I explain what this is, please let me explain a bit about these symbols on the board. They are sacred numbers of the gods. ウルの女王、プアビの墓からゲーム版と言われるものが見つかりました。二重のマスがあるため、二重マスゲームと呼ばれています。現在は大英博物館に所蔵されています。が、これはゲームでもなければゲーム版でもありません。神々のカレンダーです。が、それを説明する前に、 このゲーム版なるものの上に描かれた記号についての謎をしっかりと解いておきます。これらの記号は、そのまま神々の神聖数、つまり神聖なる数字を表しています。現在、多くの研究者がこのゲーム版の使い方について研究しています。いろいろと論じています。が、ゲームだと思うから謎が謎を呼び、その謎が解けないのです。これはゲーム版ではありません。 今も言いましたように、これは神々のカレンダーです。で、私がそれを説明しますが、それを判断する、つまり、私の説の方が合理的なのか、あるいは今まで通り、ゲームと考える方が合理的なのかは、皆さん自身が判断してください。ほんの少しだけ発想を変えるだけで、謎は簡単に解けます。謎は向こうから解けていきます。この謎もその一例です。さあ、私と一緒に、うる。 4600年の謎を解いてみませんか画面を見ながら説明します。では、まず皆さんをウルへ案内します。メソポタミアのウルです。ここがウルです。このウルにかつて一人の女王が住んでいました。プアビ女王、あるいは女王プアビです。ウルですね。これがウルの遺跡です。 このウルの遺跡の、まあ王家の墓地からですね、クイーン・プアビの骨が見つかりました。と同時に、まあ奇妙なゲーム版なるものが見つかりました。大英博物館所蔵のゲームというふうに書いてあります。世界最古のゲームと言われています。現在、このゲームの使い方について多くの研究家たちが まあ、あ,あでもない、こうでもないという議論を続けています。しかし、これはゲームでもなければゲーム版でもありません。まあそれをこれから説明しますが、それを説明する前に、まずこのゲーム版の上に描かれた記号、あるいはシンボルマークの意味についての謎を解いておかねばなりません。まあこのようにですね、くさび型文字の 中にもそれが説明されていると、まあ。そういうことなんですね。そして2種類あります。上と下です。下は上のバリエーションと見ます。コンセプトは全く同じです。その、それについての説明もこの続くビデオの中でしますから、そちらをご覧ください。では、このマーク、シンボルマークは何かということですね。で、これから皆さんと一緒に検証してみます。で、このシンボルマークをですね、分類してみます。 まあ、奇妙なマークが書かれてますね。で、分類していますと、8つの方向を向いた星型、それから20個の点の書いたもの、それから次が5つ、それから12ですね。というふうに、まあ、分類していきますと、5種類に分かれることが分かります。5種類ですね。で、これらが何かということなんですけども、ゲーム版と考えるから、 わけがわからなくなるんです。この5とは何か、12とは何かって一生懸命論じていらっしゃるみたいですね。で、この大英博物館の発行とは書いてありませんけども、まあ、そのについてのゲームの中でも、この先生がですね、ああでもない、こうでもないというふうにして使い方を説明しています。が、これは現場ではありません。中部からご覧ください。で、 これらを調べていますと、一番上の左がですね、8つの方向を示している、まあ、8ポイントスターですね。8を示します。その次が、5が4つありますから、5×4 の20ということになります。次のはですね、20丸になってますから、50とも取れますし、5とも取れます。一応5としておきます。そしてその次はですね、3が4つあります。なおち、3×4 の12となります。 で、一番右もですね、えー、10が4つとも取れますし、まあ、4とも取れるわけですけども、10と今度は考えています。1 0る4で40です。まあ、20丸というコンセプトですね。で、こうして並べてみますと、8、20、5、12、40という数字が浮かび上がってきました。そこで、神々の神聖なる数、すなわち神聖数について説明しておきます。 これがバビ,バビロニアの神々です。頂点にシュタールがいて、シン、右にシャーマシがいます。で、この新生数を調べてみますと、アヌオが60。それからエンリルが50。それからエア、エンキが40。それからニンフルサング、エンキの妻とも母とも言われてますが、 この人がですね、12、そしてシャマシュが20、そしてイシュタールが15という数字がわかります。この申請数は、まあ、常識、常識的な数字ですから、まあ、そういうふうに使われていたということですよね。で、この数字を並べてみます。アヌオが60、エンディルが50、そしてエンキエアが40です。 そして、ニンフルサガ、サガ、あいはサグとも言いますけれども、えー、12、一番上のイスタールが15ですね。それから、シャーマーシュが20。そして、ニンフルサガ一番下の右ですね。これが、えー、12という数字が出てきます。ただ、イスタールはですね、神の中の女神といてことでですね、15、8、16、いろいろな数字を使っています。シンボルマークは、8の、8の方向を示す星。つまり、金星ということになるわけです。もう結論出ましたね。もう一、 ゲーム版なるものをご覧ください。そして、このシンボルマークは5つに分解されます。まあ、分解じゃなくて、分類できます。ごめんなさい。で、8、20、5、12。そして、40という数字出で,できますが。中央の5ですね。やはり、20丸ですから、これを50と読み替えます。そして、神々の神聖数と並べますと、ぴたりと一致します。50と読みます。20丸は10と読んで、50と読むわけですね。 そうすると、都合性ができますね。一番民が40であり、中央が50であり、あとは8、20、12となるわけです。そして比べてみますと、8が、イシタール、20が、シャーマシ、それから50が、エンディル、12が、ニンフルサング、そして40が、エンキとなります。 これでピタリしました。すなわち、これらのシンボルマークは、神々を表す神聖数。神聖数を表す、まあ、シンボルマークであったということになります。もう一度確認してください。エンリルが50、エンキが50 40ですね。そしてニブルさんが12。そしてシャマーシが20です。そして、残った 8, 8方向を示す、女神の中の女神、王の中の王ということになるわけですね。がイスタールです。 まあ、このように考えてみますと、何でもない。その、まあ、このゲーム版なるものの上に描かれた記号はですね、神々を表していたということです。このことを頭に入れて続くビデオを見ていただきますと、さらにより深く理解していただきます。で、このゲーム版なるものの使い方を説明しますが、これはゲーム版ではありませんでした。神々のカレンダーでした。使い方、その意味をこれから説明しますので、皆さん自身で判断してください。 はやしひろしが正しいのか、世界の学者たちが言っていることが正しいのか、それを判断なさるのはあなた自身だということです。うる4600年の謎ということになります。それを公開します。ひろしはやし will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world.Today's story is about the mystery of うる Over three thousand years, Sir Henry Ullie discovered a strange game board in southern Iraq. A game board which dates back to 2600 B.C. and game played on the board was obviously a favorite of the royal family at that time. The game is code known later as the name of Twenty Squares, but this was not a game. It was a calendar, or I say, God's calendar. Here is its proof and evidence. 南イラクで奇妙なゲーム版が見つかりました。ウルです。紀元前2600年頃、つまり今から4600年ほど前のものです。二重マスゲームと呼ばれ、それは現在大英博物館に所蔵されています。アッシリアで見つかった サルゴン王の宮殿にあったという像の足元にもそれが描かれていると言います。半人、半獣の像です。が、それはゲーム版ではありませんでした。林博がその謎解きに挑戦してみました。題して、うる3000年、正確には4600年の謎ということになります。結論を先に言えば、それはゲーム版ではなくカレンダーでした。わかりやすく言えば、 神々の予定表。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。もともとはシュメールのゲームであったと言われています。ウルで発見されたので、ウルのゲームとも呼ばれていますが、もちろん世界最古です。現在、2種類の類似したゲーム版が残っています。他にややコンセプトの違う2種類の原版も残っています。 どれも二重マスになっていることに私は最初に着目しました。つまり二重イコール七たす十三です。つまり七たす十三イコール二重です。が、これで謎が解けました。今まで誰も解けなかった謎が解けました。七曜日かける十三週イコール九十一日。つまり一シーズンです。それを 春、夏、秋、冬の4シーズンを繰り返すと 91×4 イコール364日です。私たちがトランプと呼ぶあのゲームカードと同じ構造のカレンダーになっていました。で、ゲームの仕方などについて多くの研究家がそれぞれ別の説を立てていますが、そんなものは意味がありません。日本でも天文検査機を同郷と言ったり、 簡易天文観測装置を銅卓と言っているのと同じです。人間は、えー、自分が理解できないものがあると、身近な知識の中からそれに似たものを探し出し、それを当てはめ、それでもって理解できないものを理解したと錯覚する性質を持っています。自ら錯覚しようとします。その方が安心できるからです。えー、ともかくもそのゲーム版が 神々のカレンダーであったことをここで説明します。画面を見ながら説明します。今、右から7曜日に分けています。日、月、火、水、木、金、土と逆ですね。そして1日ごとにコマを進めていきます。こうして今日は何曜日であるかを知ったわけです。まあ今は水曜日ですね。そして次に木曜日になります。あ、今日は木曜日だということになるわけですね。そして金曜日です。 そして土曜日になります。で土曜日まで来ましたらこれで1、1週が終わったわけですね。ですから1のところにコマを置いて塞ぎます。そしてまた最初から日、月、火、水、木、金、土と繰り返して今度は2週終わったことになります。そして3週目、4週目というふうに終わっていくわけです。まあ今、2週目が終わったところですね。で今度は3週目に入ります。で今度は4週目に入ります。 こういうふうに順にコマを毎日進めていくわけです。そして5周目にから入り、今度は8周目に入ります。で、8周目、9周目、10周目が終わったら、11周目、12周目、13周目と進みます。これで1シーズン。なわち、91日 7×13 イコール91日が終わるわけですで。1シーズンですね。そして第2シーズンに入ります。そして同じように、同じことを繰り返します。そしてこれ、 91日が終わって、今度は第3シーズンに入ります。そして今度は第4シーズンに入ります。まあ当時のことですから、当時からスタートしてますから、第1シーズンというのは春ということになります。で、こうして 7×13×4 で、これでまあ91日になるわけですね。1シーズン91日となります。それを4回繰り返しますと、365という、4となるわけですね。それ 何らかの形でトランプカードと同じように。 ま、1を足して、長官。トランプカードの場合は1を足すわけですけどもね。365。すなわち、1年間のカレンダーとなります。この説明は後で続けてしますので、ここでは簡単にしますが、トランプカードは13枚4組になっています。4シーズンですね。そして1を7回、2を7回、3を7回ずつ繰り返して、それぞれのカードを7回ずつ、7曜日で繰り返します。そうしますと13、13×4×7 イコール364という数字がここで出てきます。 まあ、ルク、トランプのカードと同じコンセプトで作られていたのがウルのゲームということになります。詳しくは続く1248号の方で説明しますから、そちらをご覧になってください。 そして、まあ、それと同じコンセプトで作られているのが、ウルのゲーム版ということになります。なあち、これはゲーム版ではなくて、カレンダーということになるわけですね。この程度では皆さんまだ納得なさらないと思います。こじつけだこじつけだという意見が常について回ります。まあ、それについてはもう少し後に、まあ、検証していっていますが、説明しますが、こうしてウルの、まあ、4600年のですね、謎が解けたということになります。 4,600年間、誰も解けなかった謎がですね、少しだけ物の見方を変えると、このように簡単に解けるということです。それで、まあ、これがですね、もう一つのバリエーションを持っているということです。もう一種類の現場がありましたね。それをどのように理解するかですけども、それもこれから説明しますので、注意深くご覧ください。赤いところ下のね、右の方からサンデー、マンデー、トゥーズー、ウェンデー、ーフライデー、サーダーーになってますね。 で、この右の方を並び替えます。まあ長いものですから、まあいわゆるまあ短くして使いやすくしたとも考えられるわけです。そしてサンディー・マンディーを上を持ってきます。そして今度はチューズディ・ウェンズディを下へ持ってきます。そして少し並び替えますね。サンディー・マンディー、チューズデ a ウェンズデ e s リー y デ h フライデ a というまあ私たちが知っている曜日に並び替えます。そしてそれを4シーズン繰り返すと。 これで謎が解けましたね。すなわち、まあ、ウルの原盤に2種類あるというのはこういう意味です。もう一度見てみますと、今お見せしましたのはこの原盤です。右の方に6、そして中央に2、そして、えー、左に12個になっています。合計20ですね。使い方は同じです。で、13足すならば20、すなわち、20マスゲームということになりますけども、これは20マスゲームではありません。で、先ほども言いましたように、皆さんはこれでは納得なさらないと思いますね。 が、もう少し我慢してお待ちください。今見せ、まあ、見せましたゲームが上のゲームです。説明しましたのね。そしてそのバリエーションがその下のゲームということになります。が、これはゲーム版ではありません。ゲーム版であるという前提で考えるから、謎,を謎が謎を呼び、わけがわからなくなるのです。そこで検証しています。で、もう一度この現場を見ていただきたいんですけども、まあ、 今言いましたように、7曜日と13週。そして、ここに、まあ、マークがありますね。ここに8方向に伸べる光線のマークが書いてあります。そして、右の方には20の、まあ、あの、5×4 の20書いてありますね。そして、ここには5があります。まあ、そしてもう一つあって、ここには14個ですね。そして、ここには4個の、まあ、印があります。この4種類のマークなんですね。ゲームであれば、こんなマークは使いませんよね。 この5種類のマークで、まあ、構成されているということです。そこでこの5種類のマークは何かということですよね。それをこれから説明します。えー、この、まあ、8方向に伸びる星のような形、これはもう一目瞭然、イシュタールの紋章なんですね。 で、ここをちょっと見ていただきたいんですけども、えー、ここに20週ここは20周になるわけですね。あの、20センチ、20周目になるわけです。そこでですね、この、まあ、マークをちょっと照合していますと、この20周目、すね、84日になるわけです。そしてここが85日になるわけですね。85日。 いわゆる1シーズンの85日目ということになります。そして順に見ていきますと、85日,日目と、それから89日と、えー、に同じマークが出てくることになります。そこでこういうふうに考えるわけですね。同じマークが並んだ時には、その日は特別だということです。同じマークが並んだという時には、それが特別だということですね。で、まあ、イスタールの文章に重なりますから、えー、イスタールの日ということになるわけです。 まあこういう風うに神々のカレンダーですよね。今日はマークが重なったから、私の日をってことになったわけですね。 そして、まあ何かの祝い事をしたと思われます。そしてもちろん先ほど言いましたように、左の文章は、これは、イスタール・イナンナの、まあ、神聖なる文章です。民がイスタールです。このイスタールがですね、実は、ウルに彫刻されてるんですね。これはウルの、えー、門に壁画を、です。そしてその壁画の中には、イスタール・イナンナがこのように彫刻されています。まあ、ご覧になっていただくとわかりますように、まあ、ウルというのは、イスタール体験関係が深いということです。 これが、イシタールの紋章ということになります。では、もう一つのこの20のマークは何かということですね。このマークについても説明しておきます。5×4 は20になっていますね。この20というのは、シャーマー氏の神聖,数神聖数ということになります。神、る神聖な数ということですね。すなわち、20というのはシャーマー氏のシンボルナンバーということになります。 中央に今お見せしましたのがシャマーシュのシンボルマークです。シャマーシュですね、みんな。シャマーシュというのは、まあ、イシュタールの兄ということになっています。まあ、シュメールでは、ウツと呼ばれていましたね。そして、このシャマーシュとイシュタールが組んで、キリスト教を立ち上げます。まあ、バビロニアの神々。もう一つの形図を見ていただきたいと思います、えー。簡単に神聖数の説明をしておきます。で、この神聖神々の、えー ケースですけども、これがアヌオですね。そしてエンディルですね。そしてエア、エンキですね。えー、エンキです。エアと呼ばれていました。それからこれがイスタール、イナンナです。そして、その、えー、右にいるのがシャーマッシュですね。いわゆる、まあ、シャーマッシュですギ。ギリシャ神話ではヘリオスと呼ばれていました。そして、ニンフルサーグですね。 あれはニフルサガーとも呼ばれています。それぞれが施行したシンボルマークを持っています。 そして同時に神聖数。なあち、神の数を持っていました。イスタールは8とか16という数字も持っていましたね。日本のですね、まあ私たちが菊の文章と呼んでいる、五文と呼んでいる、あの文章が16になっている。なあち太陽の文章ということになるわけですね。まあ要するにこうして神聖数というのが決まっていたわけです。シャマーシュの神聖数は20です。シャマー,スのシ,ャマーシュの神聖数は20です。 まあ、こうして、二重という数がですね、先ほどの現場の中にやっぱりあるわけですね。まあ、こうして、まあ、あの、調べていきますと、あの現場はですね、このシャマーシュの文章が揃ったときには、左のですね、いわゆる州の、まあ、文章と、そして右のですね、曜日の文章と揃ったときには、それはシャマーシュの日であるということを示したものと、私は考えています。林博士はそのように、まあ、仮説を立てて説明しています。 これがイシュタールの紋章ですねあ。ごめんなさい。右が、あの、はい。シャーマシの紋章です。太陽の紋章です。まあ、あの、ヘリオスはですね、やがてアポロに、えー、その座を奪れますね。そこで、まああ、イシュタールと、まあ、シャーマシと組んでキリスト教を立ち上げ、イシュタールはマリア。イシュタールのヘブライミはマリアですからね。あの、キリスト教を立ち上げます。ですから、シャーマシがイエスになるということになるわけです。 で、もう一つこの文章を見ていただきたいんですけども、左の赤いのがこれがイシタールの文章、右がシャマーシュを表す数ということになります。他の三つは何かの神々を表す、あるいは何かの意味のある言葉だと思いますけども、今のところ私は不にはわかりません。まあ要するに、この二つが解けましたのでね、いわゆるメインキャラクターですね。 えー、左がシャー、左がイシタール、そして右がシャーマッシュです。真ん中はコーナーストーンです。それぞれの、まあ、王がですね、その、教会に建てていった、まあ教会石、石と呼ばれています。下が、まあ、イエス。まあ、シャーマッシュが、キリストっていう名に、を語り、そして、えー、マリアが、そのままの名前で、まあ、あの、 ま、イスタール教ですよね。イスタールがローマ時代に、イースターと名を変名します。で、このゲームブックですね。これは元々はゲームブックという方で、シモクスさんという方から、イギリス行った帰りにお土産としていただいたものです。シモクスさんどうもありがとうございました。やっと謎が解けましたと言いますかね。今日皆さんにこうして紹介できるようになりました。これはただのゲームではないということです。<laughs> これが、その、ま、ゲーム版ということになりますね。これで皆さんもうお分かりですね。このゲーム版は何であるかということです。そしてそのバリエーションが、その下のもの、もう一つのバリエーションということになります。コンセプト使い方は全く同じです。ですから、7たす13イコール20の20マスゲーム版となっています。 これが今日の結論ということになります。すなわち、ウル3000年、あるいは4600年の謎ということになります。